4月15日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレアンホリネス教団の多摩川キリスト中央教会の牧師の本間と申します。今日は救いの成就の中で現れる不義の人と従順の人と題して、ルカの福音書22章1節から13節の御言葉を共に読んでまいりましょう。ルカの福音書22章1節から13節。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。さて、杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水がめを運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついて行きなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。昨日から受難週、イエス様の十字架の苦しみを覚える1週間に入ってますけれども、このリビングライフも昨日でガラテヤ書が終わり、今日からはしばらくイエス様の十字架の苦しみを覚える、そのような御言葉の箇所を読んでいくことになります。最後の晩餐、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵で有名ですけれども、この最後の晩餐というのは文字通りイエス様が十字架にかかられるその前日のその最後の夕食のことを指していますけれども、イエス様は聖書の中で最後の晩餐をしようというふうにおっしゃったのではありません。聖書を見ますならば、一節に、さて杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていたということで、それは杉越の祭りの食事であったということがわかります。杉越の祭りというのは出エジプト記、旧約聖書の出エジプト記に記されています。イスラエル人たちがエジプトの奴隷であった時代、モーセが主に選ばれてリーダーとしてイスラエルの民を導いて出エジプトをして約束の地へと向かっていきますけれども、そのエジプトを出ていく時の出来事ですね。エジプトの王様ファラオはイスラエル人たちがエジプトの地を出ていくことを許しませんでした。認めませんでした。それで神様はモーセを通して10の災いをエジプトにもたらし、神様が力あるお方であるということを示しましたけれども、しかし9つ目の災いまではどんなにそれがすごい出来事であっても、ファラオはイスラエルをエジプトから出そうとはしませんでした。最終的に神様は
エジプト全土のウイゴ、鳥子、それは人間、そしてまた動物も含めてですね、すべてその命を奪うという災いを持って神様の力を表されました。しかし神様はモーセを通してイスラエルの民に子羊をほふって、そしてその血を家の玄関の鴨居に塗っておきなさい、それを目印として災いがその家に及ばないようにする、災いが過ぎ越すようにするというふうに言われたのです。その時以来、神様がその力強い身腕を持ってエジプトからイスラエルの人々を救い出した、贖い出したということを記念するために、災いが過ぎ越したという意味で過ぎ越しの祭りを祝うように立法に定め、そしてイスラエル人たちはそれを行ってきたのであります。イエス様たちもこの時過ぎ越しの祭りの食事を準備しようとしていました。この物語の中で実は3つの計画が同時に進行しているというふうに見ることができます。一つは2節です。祭司長たち、祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。ここでまずイエス様に敵対する祭司長、立法学者たちがイエス様を殺すという計画を練っていた、そしてそのための方法を探していたということがわかります。この出来事の中でイエス様を逮捕し殺害しようという計画が、まあ、いわば着々と進んでいたんですね。その情報をどこで聞きつけたのか、十二弟子の一人のイスカリオテのユダがイエス様を売り渡すという約束をするわけです。その計画に彼が乗るわけですね。ユダはその時を狙うようになりました。これは計画通りに進み、そしてやがてイエス様は捕らえられていきます。二つ目に、この物語の中でもう一つの計画が進んでいきます。八節にはこのように書いてあります。イエスはこう言ってペテロとヨハネを遣わされた。私たちの過ぎ越しの食事ができるように準備をしに行きなさい。そのようにペテロとヨハネは言われて、イエス様が言われたように過ぎ越しの食事の準備をする、まあ、過ぎ越しの食事を共に祝うというその計画が進められていくわけであります。彼らは言われた通りに行って、そしてその場所に食事の準備をしていきます。この食事が最後の晩餐、実はイエス様のご生涯が記されているこの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中で最後の晩餐の出来事が占める位置はとても大きいです。ヨハネの福音書ではその4分の1が最後の晩餐での出来事とイエス様の言葉に、ページが割かれています。このイエス様の逮捕と殺害の計画、そしてイエス様と弟子たちが過ぎ越しの祭りを祝おうというその計画は、人の目に見える形でこの世の出来事として進んでいきます。それはしかしどちらももっと大きな一つの出来事へと結ばれていくんですね。それは毎年毎年祝う過ぎ越しの祭りとしてではなくて、究極の過ぎ越しの犠牲にイエス様がなられるという十字架の計画、神様の計画です。7節を読みます。さて過ぎ越しの子羊のほふられる種なしパンの日が来た。この計画は神の計画です。ここで7節で過ぎ越しの子羊のほふられる、それはもちろん過ぎ越しの祭りとしてイスラエルの人々が子羊をほふる日が近づいたということですけれども、しかし実際には人類の罪をあがなうための過ぎ越しの子羊としてイエス様がほふられる日が近づいているわけです。バプテスマのヨハネはイエス様のことを指して世の罪を取り除く神の子羊だと言いました。これは本当にさまざまな人の思いの中で神様の計画が確かに実現している、そのことを表しています。
十字架の出来事の中では、祭司長、立法学者という敵対者たちの力が強く働いているように見えますが、しかし神様の計画はそれをも用いて、それをも超えて、私たちを救うために十字架ということに実現していくのであります。イエス様は究極の杉越の子羊として十字架にかかって死なれました。イエス様が罪の贖いのために、そして私たちが滅びの災いを免れるためにほふられた子羊となってくださったんですね。さまざまな人々の思いが交錯するこの出来事の中で、それらの人々の思いを貫いて神様の救いの計画が実現していく、これは私たちの今の時代でも希望であります。さまざまな人の思惑で物事が悪く進んでいるように見える時も、しかし神様はご自分の計画をしっかりと進めておられる、祈りつつその主の計画に私たちもついていく歩みをさせていただきたいと願います。お祈りをします。愛する天のお父様、あなたの計画が確かに実現する、そのことを信頼し、あなたの御言葉の確かさを信じて、なお日々を歩み行かせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。